先生、中編。顔だ、顔入道。生首のように、洞窟の奥に詰まっている岩。人工の光に照らされて、その白い表情が浮かび上がる。人間のものというには、大きすぎるその眉間には、シワが寄っていて、口はへの字に結ばれて、鼻の頭にも横にシワが入っている。そしてその目はグリンと向かれて、こちらをすごい迫力で睨んでいる。叫びそうになった僕を押さえてくれたのは、しげちゃんの一言だった。よかった。まだ怒ってない。ふっと息が漏れる。しげちゃんの声も震えているけど、力強い言葉だった。確かに顔は怒りをこらえているようにも見える。しげちゃんは、こないだ来た時もこんなんだった、と言って、こわばった顔で笑う。顔入道は、良くないことが起こる前触れに、怒りの顔に変わるという。岩に描かれた顔の表情が変わるなんてあるもんか。そう思うのとは別に、心のどこかでは、ひょっとしてと怯えざるを得なかったんだけれど、これを見てしまうと、タロちゃんが洞窟に入るのを嫌がったわけがわかる。昔からそうだったのか。それとも、お祭りとして顔の塗り替えがされていたとき、最後の誰かがこんな風にしてしまったのかはわからないけれど、まるでこれから怒り出す寸前のような微妙な顔をしているんだ。これでは、もう一度見に来ようという勇気は、なかなか湧かない。しまった。想像してしまった。僕の膝は、ブルブルと震え始める。今にも顔が変わって、怒り出すところを、想像してしまったんだ。もう行けない。ダメだ。のっぺりした丸い岩に描かれただけの顔がぐわぐわとうごめいて何か恐ろしい怒鳴り声を上げる。そんな想像が頭の中で繰り返しやってくるんだ。目には炎が宿り、引き結ばれた口は開いて赤い喉と牙が、空気はしんと冷えている。張り詰めたような静けさだった。対峙する白い顔のすぐ下には、尖った石が突き出ていて、その石には白いものがこびりついている。岩に顔を描いた時の塗料がついてしまったに違いないのだが、その時の僕には、まるで、折れた牙のようにしか見えなかった。僕はしげちゃんをつついて、ねえ、行こうよ、と言った。しげちゃんも、ああ、とうなずいて、後ずさりを始める。だんだんと遠ざかって、顔が曲がり角に隠れて見えなくなるまで、僕らは奥に懐中電灯を向けたまま目をそらせなかった。目をそらした途端にその怒りが爆発するような気がして、その顔の向こう、今は誰も行けなくなってしまった洞窟の最深部にはお坊さんの即身仏があるはずだった。けれどその時は、そんなことは全く頭の外だった。
顔だ。顔。顔。顔入道。曲がり角で顔が見えなくなると同時に、僕らは振り向き、早足で元来た道を戻り始めた。僕が先頭で、しげちゃんがしんがり。絶対に、しんがりは嫌だ。白くて長い手が、洞窟の奥から伸びてきて、足首をガシッと掴まれそうで。でも懐中電灯を持っているのは、しげちゃんだった。一本道ではあるけれど、完全に真っ暗な洞窟だったんで、足元を照らさないと危ない。息を殺しながら緊張して歩いていると、しげちゃんが懐中電灯を渡してくれた。ギリギリすれ違うくらいの広さはあったのに、しげちゃんは明かりをくれた上、しんがりも引き受けてくれたのだ。親分だった、やっぱり。何度かつまずきそうになりながらも、ようやく僕らは洞窟の外に出ることができた。僕らの姿を見て、タロちゃんがビクッとする。僕は息を整えながら、何事もなかったことに安堵していた。そしてしげちゃんを振り返って、親指を上げてみせる。しげちゃんも、にっと笑う。そして同じように、親指を上げた。これで仲間だ。そう言われた気がした。どうだった？と、タロちゃんが聞いてきた。どうってことない。こないだと一緒だ。と、しげちゃんは、タロちゃんの背中を叩く。都会もんが入ったんだ。約束通り、お前も行けよな。そう言われ、タロちゃんは生唾を飲みながら、こっくりとうなずいた。やっぱり一人で、と言いたげな視線を、しげちゃんに向けながら、未練がましそうに、懐中電灯を一本携えて、タロちゃんは入り口に歩を進める。かわいそうだが仕方がない。しげちゃんもついて行ってあげる気はないようだ。観念したタロちゃんが洞窟の中に一人で消えていき、僕らは外でじっと待っていた。その間、ふとあの赤い着物の幻のことを考える。洞窟の奥は顔入道が塞いでいて、そこまでの道は枝もない一本道だったし、気がつかれずにすれ違うことはできない。なのに僕らは結局、洞窟の奥では何も見なかった。ということは、やっぱりあれは幻だったんだ。怖さのせいで、見えるはずがないものを見てしまう。そんなことはたまにあるかもしれないけど、あの洞窟にふさわしい幻は、お坊さんの姿のような気がして。どうしてあんな赤い着物を見てしまったのかがわからずに、その理由を、ぼんやりと考えていた。いきなりだ。ギャーという声が洞窟の中から聞こえた。僕らは思わず身構える。しげちゃんが懐中電灯を洞窟の奥に向けて、どうした？と叫ぶ。かすかな空気の振動があり、奥から誰かが走ってくるのがわかる。
緊張で手のひらに汗がにじむ。これから何か恐ろしいものが飛び出してくる気がして、足がすくみそうになる。しげちゃんがゆっくりと洞窟の中に入ろうとする。僕はそれを遠くから見ていると、暗闇の中から揺れる光が見え、次の瞬間何かがしげちゃんを弾き飛ばし、僕の方に向かって突っ込んできた。慌てて体をひねってそれを避ける。その後ろ姿に、あ、タロちゃんだ、と思う間もなく、それは目の前で、崖で止まりきれず、足を滑らせ、転がり落ちていってしまった。悲鳴が遠ざかっていき、すぐ体を立て直したしげちゃんが、崖に駆け寄る。すぐに、転がる音は止まったけれど、ちょっとした高さがある。ただでは済まないだろう。けれどその下から泣き声が聞こえてきたんで、僕はほっとした。しげちゃんが、待っていろと言って、崖を回り込んで助けに行く。僕も追いかけようとして、ぎくっと、背後を振り返る。洞窟の口がさっきと同じように開いていて、その奥には何事もなかったかのように暗く静かな闇があるだけだ。でもタロちゃんは何かに怯えて逃げてきた。そして勢い余って崖に。僕はガクガクと全身が震え始め、なんとか視線を洞窟からそらして、そこから逃げるようにしげちゃんを追いかけた。全身を強く打ったタロちゃんをしげちゃんが担いで、僕らは必死に山を降りた。公衆電話があるところまでたどり着くと、そこから救急車を呼んだ。深夜だったけど、しげちゃんの家とタロちゃんの家にそれぞれ連絡が行って、僕らはこっぴどく叱られ、病院に駆けつけたタロちゃんの家族に謝ったり、事情を聞かれたりして、家に帰って布団に入ったのは明け方近くだった。興奮していたけれど、よほど疲れていたのか、僕は泥のように眠った。昼頃目が覚めてから、布団の上に体を起こした。昼に起きるなんてめったにないことで、やっぱり朝とは違う感じがして、寝起きのすがすがしさはない。僕は昨日の夜にあったことを思い出そうとする。あの顔入道の洞窟で、僕としげちゃんは、怒りをこらえているような顔を見た。そして、入れ替わりに入っていたタロちゃんが、悲鳴を上げて飛び出てきて、勢い余って崖から落ちた。幸い、怪我は大したことはなかった。右肩の骨にちょっとひびが入っているけど、あとは打撲だそうで。しばらく入院したら戻ってこれるとのことだった。だけど僕には気になることがあった。痛がってうめくタロちゃんを、しげちゃんが担いで山を降りていたとき、タロちゃんが繰り返し変なことをつぶやいていたんだ。怒った。顔入道が怒った。そんなことを上ごとのように繰り返していたのだ。
それを聞いた時の僕は、とにかくあの洞窟から早く遠ざかりたくてたまらなかった。今にも巨大な顔が、憤怒の表情で、闇の中を追いかけてきそうな気がして。夜が明けて、冷静になった今振り返ると、不思議なことだと思う。あの洞窟は一本道で、他の場所には通じていないはずなんだ。僕としげちゃんが顔を見てから、タロちゃんが入れ替わりに洞窟に入っていくまで、ほとんど時間は経っていないし、僕としげちゃんが外で待っている間、当然、他の誰も入ってはいない。だからタロちゃんは一人で洞窟に入り、行き止まりの場所で顔入道を見てから戻ってきただけのはずなんだよ。僕らが見た時には怒っていなかった顔入道が、タロちゃんの時には怒っていたなんてこと、あるはずはない。考えてみてもよくわからない。タロちゃんは一体何を見たんだろう。聞いてみたいけれど、今は隣町の病院だ。そんな変なことを聞きにはいけない。起きたか？考え込んでいると、おじさんがやってきて飯を食えと言う。しげちゃんも起きてきて一緒に食べていると、おじさんにもう一度昨日のことを聞かれた。どうして夜にあんな山に登ったんだ、と。半分はお説教だ。僕らは口裏を合わせるように、顔入道のことは言わなかった。そうだろう。秘密を守るのは仲間の証なんだから。ただ探検がしたかった。もうしない。ごめんなさい。そんなことを何度となく繰り返して乗り切るしかなかった。昼ご飯を食べ終わると、じいちゃんの部屋に呼ばれた。僕としげちゃんは正座をさせられ、じいちゃんの険しい目にじっと見つめられる。お説教なら別々にしないで一度にしてくれよ。そう思いながらうつむいていた。顔入道さんだな、とじいちゃんは言った。僕は驚いて顔を上げる。じいちゃんは顔入道のことを知っていたらしい。わしらも子供の時分見に行ったものだがな、眉間にシワを寄せた。さらに、あれは恐ろしいものだ、とつぶやく。どうやらじいちゃんの子供の頃にも顔入道が起こったことがあるらしい。その時何か大変なことが村に起こったそうなんだが、詳しくは教えてくれなかった。顔入道さんには、もう近づいてはならない、そうきつく厳命されて、僕らは釈放された。さすがのしげちゃんもそげ返っていて、元気がなかった。竹やぶ人形事件の時よりも、大きなことになってしまったからだ。次のいたずらを思いついて、目の奥がピカリとするのは、まだ先のことだろう、僕は思った。その日は結局、夏休み学校には行けなかった。午前中を寝て過ごしてしまったのだから仕方がない。僕は昨日会ったことを先生に聞いてほしかった。こんな不思議なことが
世の中にあるんだということを。けれど、同時に、こうも思う。先生だったら、この出来事に、僕には思いもつかなかったような、答えを見つけ出してくれるんじゃないかと。